クライブ、あんたが来てくれたのか。そっちは。ちゃんとした紹介がまだだったな。ジリオ、よろしく。クライブと行動を共にしているわ。ルボルだ、世話になるぜ。野党に襲撃されたと聞いたけど。ああ、金品や食料をごっそり持ってかれた。奴らの根城は？うちの連中を使って探らせてる。しばらくすりゃ分かるとは思うが、ちょいと面倒なことになっちまった。なんだと？もう一度言ってみろ。また始まったか。野党への対処をめぐって町を二分する大騒ぎさ。このままだと野党どもを撃ったところで住民同士が本格的に衝突しちまう。さすがのルジェナ・ダリミルも今度ばかりはお手上げでね。なんとかならないかしら。ひとまず住民の話を聞いてみるか。ええ、そうしましょう。すまないな、二人とも。解決の糸口でもあればいいんだが。さっきの声は酒場からか。お前の店は被害が少ないから総有長にしてられるんだろう。直ちに傭兵団を差し向け奴らを撃つべきだ。あなたの店は怪我人を出してないから強気に出られてるだけでしょ。傭兵団を雇うのにいくらかかるか分かってるの？それにもし打ち損じたらどんな報復を受けるか。野党たちには食料を渡してなんとか穏便にことを進めるべきよ。そうやって尻込みしている間に奴らに好き勝手されるんだぞ。まあ待て、双方の言い分は分かるが、何にせよすぐには動けん。少し頭を冷やすとしよう。あれはビクトル。なぜここに？シド、それにジル、ご無沙汰じゃないか。ビクトル、こんなところで何をしてる？最近コストニチェ難民街も何かと物騒になってな。万一のために茨の接吻で物を仕入れようとしたんだが、ご覧のありさまでそれどころじゃないらしい。ルボルの坊主もお手上げでね。武器の値引きを条件に奴らの仲裁役を引き受けたというわけだ。今の人たちは？ああ、対立してる二派の頭目たちさ。俺が仲裁に入ってからもずっとあんな感じだよ。ただでさえダルメキアの国中が乱れてる時にこの気持ち悪い空だ。みんな不安になるのはわかるんだが。町の状況は分かった。一旦ルボルと相談しよう。ビクトル、お前も頼む。分かった。クライブ、どうだった？小耳に挟んだ程度だが、主張が真っ向から対立して互いに熱くなってる。確かにすぐにでも衝突しておかしくない。あんたから見てもやっぱりそうか。参ったぜ。このままじゃ野党の根城を見つけても奴らを撃つ前に自滅しちまう。どちらも町を守りたい気持ちは同じはず。何か手があればいいけど。こういう時滞在人シドならどう動く？目的は同じか。そうだな、いっそのこと任せてみたらどうだ。それぞれの主張でやらせてみればいい。そんな投げやりに。いや、そうだよ、クライブの言う通りだ。なんとか仲裁しようと躍起になってた俺がバカだった。
実際に町を守らせればよかったんだ。おっさん、手を貸してくれ。何をするつもりだ？俺たちで連中を煽るのさ。あいつらが自分たちで動くようにな。なるほど、面白そうだな。いいだろう。そうと決まれば早速行動だ。おっさんはコンラートを頼む。俺はナターリエに話をつけてくる。よし、任せろ。クライブ、ジル、ちょいとばかり付き合ってもらうぜ。俺とおっさんでコンラートとナターリエを口車に乗せる。二人はうまいこと話を合わせてくれ。ああ、わかった。やってみるわ。だから、町の…よく来てくれた、お嬢。コンラート、紹介しよう。カンベルでジャベリン傭兵団を仕切ってるジェーン嬢だ。よろしく、ジェーンさん。ええ、こちらこそ。お前の提案を受け入れようと傭兵団を当たってみたんだが、彼女に反対されてな。ビクトルから聞いたんだが、野党を討伐できるような腕の立つ傭兵たちはもう残ってないって本当か？そうね。こんなご時世ですもの、有名どころはあらかた貴族や豪商が囲っているわ。うちの傭兵団もロザリア七家族に雇われたところよ。今残ってるのは弱いくせに金だけせびるところばかりでしょうね。ほらな、聞いたろ。よそに頼れないなら町の腕っぷし自慢を集めてダリビルで自警団を作るべきだと思わねえか。ここなら武器はたんまりあるし、弱腰のやつなんていない。みんな町を守るために戦ってくれるはずだ。町を守る。わかった、ダリミルの底力を見せてやる。あんな感じでよかったのかしら。上出来だ、ジル。大した役者だよ。さて、俺はルボルの店に戻っておく。後で会おう。あいつら、大事な売り物を買った。いや、透明。今は一刻も早く食料。旦那、待ってたぜ。ナターリエ、彼がアンダーヒルだ。ランデラのファイアビュート承認団で働いてる。アンダーヒルだ。ナターリエよ。ちょうどあんたから聞いた話をしてたんだ。どこも食料が不足してるってな。食料の奪い合いが始まるかもしれないってルボルから聞いたんだけど、本当なの？ああ、本当だ。ランデラではすでに金持ちどもが買い占めている。近いうちに値も上がるだろう。そうなればいつ奪い合いが起きてもおかしくない。旦那もああ言ってる。野党に食料を回す余裕なんてないのさ。奴らと穏便にことを進めるのには賛成だが、俺たちが死んだら元も子もねえ。食料だけじゃない、武器に薬に衣服、生きていくためにはいろいろな物資が必要になる。今は一刻も早く物資を集めて蓄えないと。町を守るためにみんなで協力しようぜ。町を守るために。そうね、私たちでダリミルを守らなきゃ。さすがクライブ、剣の腕だけじゃなく口も達者みたいだな。お前の話に合わせただけさ。そろそろ野党の根城が分かってもいい頃合いだ。探りに出てるうちの連中に話を聞いてくる。二人は先に店に戻っててくれ。
どちらもうまくいったみたいね。一旦ルボルの店へ戻ろう。お母さん、ああ、私の大事な店。よう戻ったか。おかげでコンラートもナターリエもやる気になってくれたようだ。もうしばらく様子を見て改めて話を。そうは言ってられないみたいだぜ。ルボル、何かあったのか。野党どもが動き出しちまった。二手に分かれてこの町に向かってるらしい。それも根城を捨てて総出で仕掛けてきてるみたいだ。そんな。根城を捨ててって、まさかダリミルを乗っ取るつもりじゃないだろうな。クライブ、ジル、ベルクロイ砂漠から攻めてくる野党たちの討伐を頼んでいいか。構わないが、もう一方はどうする。コンラートとナターリエにやらせる。これを機に無理にでも協力させてダリミルを一つにまとめ直す。随分な荒領事だぞ。大丈夫なのか。もちろん俺も手を貸し、おっさんにも手伝ってもらう。やれやれ、仕方ない。気をつけろよ、二人とも。あんたたちもな。ダリミルは俺たちがいただくぜ。野党たちよ、やるぞ。これで全部。ルボルたちが心配だ。宿場へ戻ろう。急ぎましょう。ナターリエ、すまなかったな。お前たちが支援してくれたから奴らに勝つことができた。いいのよコンラート、あなたたちが正面に立って戦ってくれたおかげだもの。これからは協力してやっていきましょう。ああ、
そうさせてくれ。すっかり打ち解けたようだ。もう心配ないわね。クライブ、ジル、そっちは無事に片付いたようだな。こっちもなんとかなったよ。急増の自警団と支援団、まだまだ課題は山積みだがね。だけどまたダリミルは一つになった。これならこの先もやっていける。本当にありがとな、二人とも。気にするな。また何かあれば知らせてくれ。イサベルに聞いてみよう。壁の内側で見よ。オリフレブの方からエーテルたまりが広がった。見たことのない魔物となんて。シド、来てくれたのね。夜の帳の娼婦か。見たことがない魔物が現れたと聞いたが。ええ、青く光る魔物がたくさん現れたの。町の人も襲われて。クライブ、青く光る魔物って。ああ、あの厄介な奴らのことだろう。マダムと話したい。彼女は今どこに。軍の訓練所よ。兵士たちと今後の対策について話をしてるはずだわ。分かった、ありがとう。調査隊の連中はみんな。お父さん。しかしマダム、あの魔物には仲間が何人もやられてるんだ。隊長だってとっくに死んじまった。オリフレムはエーテルだまりに沈んで、自治領島からの知らせは途絶えたまま。俺たちもどうしたらいいか。召喚夜の帳はいつ何時も門戸を閉ざさぬ安らぎの場所。私は主としてあの場所を守る。そのためにここで戦い抜くと決めた。あなたたちは何のために戦うの？国のため？信仰芸家のため？そのどちらも。もうないのよ。だったら今ここで己の意志で剣を捧げる者を選びなさいな。俺はこの町のために戦うぜ。国も軍もめちゃくちゃで、どうせ行くあてもないんだ。おいフィリップ、戦うったってこの状況じゃ。俺に考えがある。向こうで話そう。ああ、分かった。こっちは任せてくれ。クライブ、それにお嬢さんまで救援に応じてくれたのね。話は聞いてきた。イサベル、あんたは兵士たちと町の守りを固めろ。魔物は俺たちが受けよう。ありがとう、二人とも。それで魔物はどこから？それがわからないのよ。この空になって突然だったから。この訓練所に怪我人を集めてるの。彼らから聞いた方がいいかもしれないわ。わかった、そうしよう。
あんたを襲った魔物のことを教えてくれないか。エーテルだまりになったムーアの家が気になって様子を見に行こうとしたんだよ。周りが突然光ったかと思うと魔物が現れて命からがら逃げ帰ってきたんだ。そうか、ありがとう。家族がオリフレムに取り戻して私たちが青く光る魔物に襲われたんですか？ええ、そうなの。消えたと思ったら突然違う場所に現れて、あんな魔物初めて見たわ。それはどこで？私はオリフレムから逃げてきたんだけど、その途中だったからムーアの村を過ぎたあたりね。話してくれてありがとう。どうかお大事に。あの魔物はムーアの周辺に現れたみたいね。行きましょう。フィリップ、考えて。エーテルだまりの調査で。力を借りるぞ。奴らよ、片付けるぞ。チル、はあ、今だ。まだ来る。クライブ気をつけて。ああ、分かってる。やめ、任せた。今のでしまいか。ええ、いなくなったみたい。一度ノースリーチへ戻りましょう。そうだな。ありがとう。助かったわ。目につく限りを倒しただけだ。この先何があるかわからない。
町の警備は緩めない方がいいだろう。そうね、気をつけなきゃ。フィリップ、お願いね。あなたたちが頼りなんだから。ああ、なんとかしてみせる。彼が動いてくれたおかげで兵士たちがやる気を取り戻してくれたの。マダムの名前をちらつかせただけさ。成果を上げれば彼女のご褒美にありつけるかもってな。ノースリーチはマダムあっての町さ。俺が兵士になったのは何かを守って戦う姿に憧れてたからだ。仲間に、町に惚れた女。ここには守りたいものがいくらでもある。上手ね。さて、俺は早速警備のことをあいつらに相談してこよう。まだまだ問題は山積みだけど、ノースリーチのみんなと協力して乗り越えていくわ。二人には感謝してる。本当にありがとう。協力者から寄せられていた要請は？クライブ、戻ったか。協力者たちから感謝の知らせが届いてる。お前たちが来てくれたおかげで助かったとな。ずいぶん働かせちまったようだ。問題ないさ。他の地域はどうなってる？どこもひとまずの山は越えたらしい。だが脅威が去ったわけじゃないからな。あくまでも小康状態というところだろう。そうか。クライブ、今は焦っても仕方がない。それよりも医務室に行ってやれ。弟さんがやっと目を覚ましたようだぞ。分かった、顔を見てくれよ。それじゃあアルテマはシルベストルではなく現信仰のオリビエの方を操っていたということなんだね。ルサージ教は父君を自らの手で、その衝動からバハムートに。かなり消耗しているようだ。もしかしたらもう。もっと早くに訪ねていれば彼をこんな目に遭わせることも。くそ、結局ザンブレク公国はアルテマによって。ジョシュア、知っていることを教えてくれないか。18年前のあの日、フェニックスゲートの惨事の後、死にかけの僕はある人たちに救出されて治療を受け、かくまわれていたんだ。しばらくね。その時アルテマの存在を知り、そこからずっと各地で奴のことを調べ続けていた。アルテマは兄さんの持つ特別な肉体を利用して何か遠大な目的を果たそうとしてる。今の異変や戦乱はそのために起こしているんじゃないかと。なぜ俺が。それにどうしてそんなことをする必要がある。ごめん、詳しいことは僕にもわからない。だけどその理由は兄さんの体だ、間違いないと思う。僕たちドミナントは
召喚獣の力を宿している。でも僕はフェニックスの力なら自在に使えるけど、シヴァの力はそうはいかない。ドミナントが扱えるのは覚醒した召喚獣のものだけ。でもクライブは。ああ違う、特別なんだ。他の召喚獣の力も扱える。イフリートを宿しながら。それにイフリートは誰も知らない2体目の火の召喚獣。きっとアルテマは待っていたんだ、兄さんのような存在が生まれてくるのを。ずっと奴とは何度も出くわしている。俺の体を狙っているにしても、これまで無事でいられた理由は。推測の息は出ないけれど、兄さんの肉体とアルテマの精神が相入れない状態だったのかもしれない。アルテマの精神。そう、アルテマは肉体を持たない精神体のような存在なんだと思う。だからこうやって封じ込めても全てを抑えきれない。まさかその胸は。実を言うと、もう限界が近いんだ。体を内側から破壊する奴の力にフェニックスの再生の力が追いつかなくなってきてる。だからこの封印が破られる前に決着をつけなければ。そんな無茶よ。だって大切な兄さんを奴なんかに渡せないだろう。どうしてお前が俺のためにそこまで。ジョシュア。クライブ大変よ。カンベルにアカシアの大軍が。おっと、状況は。ガブから知らせがあった。連中がいる自由都市カンベルにアカシアの大軍が押し寄せたらしい。都市警備隊が出て応戦しているものの、それもどこまで持つか。バイロン様とミドは二人ともカンベルよ。無事だ、ガブと合流した。だが船を隠して逃げ遅れたと。助けに行かなきゃ。ああ、すぐに向かおう。オト、ガブにストラスを。助けに行くまで下手に動くなと。分かった。カンベルまで最短で行ける道は。いつから私は地図屋になった。ここからならおそらく陸路だろう。タボールを経由する道をおすすめする。助かる。手がいるね。僕も一緒に行くよ。ジョシュア、あなたまだ寝てなくちゃ。そう言ったんだけど、この若さま聞きゃしない。手伝いくらいはできるさ。彼女の薬のおかげで随分落ち着いてる。それに僕も用事があってね、従者に会いに行かなきゃいけない。彼女とはちょうどタボールで落ち合う手はずだ。わかった、ついてこい。クライブ。心配しなくていい、俺が守る。ありがとう兄さん。支度をして向かおう。